ルチア・ボゼッティは、イタリアのバレーボール選手。ポジションは、ウィングスパイカー、オポジット、イタリア代表。同じく代表でプレーするカテリーナ・ボゼッティは実枚。日本国内では、表記揺れで、ルチーア・ボゼッティと表記される場合もある。2008年、イタリア代表に初選出される。同年のワールドグランプリで代表デビューした。北京オリンピックのメンバーからは外れた。 2009年の欧州選手権では金メダルを獲得。同年のグラチャンに出場し優勝を果たした。2010年の世界選手権では5位となった。2011年の欧州選手権はメダルを逃したがワイルドカードで参加したワールドカップでは故障のセレナ・オルトラーニに代わりオポジットで出場した。初戦の日本戦を皮切りに全試合スタメン出場し大会2連覇を達成した。 2012年、ロンドンオリンピックの代表12名に選ばれ、本大会に出場したがメダルに届かなかった。2017年に2年ぶりに代表を復帰し、同年8月のワールドグランプリで銀メダルを獲得。2018年に日本で開催された世界選手権で準優勝を果たした。ありがとうございます。